はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ゴールデンウィーク中に行きました女木島、沖島の観光の動画でございます。今回の動画は女木島編でございます。女木島はですね、もう高松港から20分という、近いところにありまして、女木島から沖島までも船で20分なので、もう高松からですと十分ね、日帰りで2つの島を回れるということで、4日のね、日1日をかけて行ってきたんですけれども、さすがゴールデンウィークなので、もう人がね、もういっぱいで、もう最初のチケットを買うのにね、結構ね、30分以上並びました。このしましまの可愛いフェリーに乗って、女木島の方に出発するんですけれども、やはりね、この日はもう席がね、いっぱいで、もうずっと、立って船の中で過ごしておりました。それでもね、もうこの瀬戸内海のね、いい天気の時は綺麗なね、景色を見ながら、もう船旅ができるので、皆さんね、楽しんでいただけるかなというふうに思います。本当に瀬戸内芸術祭の最中でしたので、私たちもチケットをね、ワンデーパスポートを購入して行ったんですけれども、女木島での時間を2時間しか取ってなかったので、特に初めて行く女木島でしたので、鬼ヶ島大動物にどうしても行きたくって、そちらの方に行きましたら、ほぼですね、全く瀬戸内芸術祭の施設はですね、全く見れなかったので、今回の動画は瀬戸内芸術祭の、そのような、催し物については動画にはできませんでした。また普通にね、観光される方の参考になればいいかなというふうに、思っております。最初にですね、国の鬼の家というところでバスのね、チケットを購入いたしました。こちらはですね、代表的なカモメの駐車場という、女木島をね、観光する方は必ず写真を撮るスポットでございます。カモメはね、もういろんなところにね、飾ってあって、本当にいろんなこのステーションの方にも上の方にね、カモメがありました。そしてこの女木島というと、この石垣でしょうかね、これは大手というふうに呼ばれているそうです。冬の潮風から守るために作られているんだそうですね。この大手のいっぱいある集落もあるそうですが、そちらはちょっと見れてはおりません。それではまずいきなりですが、洞窟の方をご覧ください。頭しゃがまんせずに置いてるわ。頭ずっと下げなくて。あ、ここ広いよ。ここまだ見てください。水。頭上げられる？あ、ここ水。ここら辺頭上げられる。何かな？あっちとこっちだ。すごい。年間どっち？あ、待って、こっちもあるよ。私たちこっちから行こう。うわ、すごい。足元が超デコボコしてるから。こっち行く？お兄さんです。顔？鬼のお面だ。鬼のお面がいっぱいあります。こっち向いて。ここら辺、頭注意。あ、こっち私たちにもきついかも。すぐ終わるけ、すぐ終わる。すぐ終わる？終わる、ここで終わり。ちょっと見よう。さんちゃん、
お、桃太郎と鬼かな、戦ってる。待って、すごい。すごい、カニモがいる。カちゃん、カニモがいるよ。こっちから映してきた。触るだよ。カニモがいる。カニは猫や。鬼もいる。ゲストの部屋がいない。いない。わからへん。出てこない。こいつでかい。うちを見たい。クリームを見てみて。マカレの演出を見て。すごいです。はい、かわいいじゃん。え、なんかあのこういう系、こういう系。僕見てない。歯とかさ、鼻とかにさ、あのお金が乗ってる。ちょっと待って待って。すごい治らないんだよ。近くに行ってる。こんな感じでね、もう洞窟の方を十分楽しんだんですけれども、もともと洞窟がね、本当に山の上にありますので、そのまま、展望台の方に、向かっております。このね、女木島とか小木島はやはりね、小豆島とかと違って食べるね施設がやはり少ないので、まあこちらにね観光に来られる場合はですね、まあ良ければね。コンビニでとか、まあ、自宅からお弁当を持って行かれるとやはり安心だと思いますね。私たちもこのね景色のいい場所でコンビニで買ってきたパンなどをね広げてお昼にしました。もうそれでね、まあ、あとはもうバスがね時間が来ましたので、もうバスに乗ってねまた港の方に、帰っております。本当にねもうちょっと時間をとって行かないと、まあ、こちら瀬戸内芸術祭の何番かのアートでございます。アートを見る時間はございませんね。それでもね初めての女木島、この鬼ヶ島大動物をまず見れたということで私たちとても、満足いたしました。ということで、駅の方に、駅っていうかな施設の方に帰ってまいりました。モアイ像だけ、一応最後に入れておきます。こういうことで今次はね12時、20分ですかね、そちら の, フェリーで沖島の方に向かうということで、また並びましたね。まあこれもね、まあ、大体みんな同じ時間にね行くので、まあ、この船も、結構いっぱいだったんですけれども、次回は沖、島の、動画でございますのでぜひまたご覧ください。今日はどうもありがとうございました。